6月19日から23日間の会期で開かれた第2回松阪市議会定例会が7月11日、議案32件を可決して閉会しました。このうち平成30年度一般会計補正予算は、市が購入を予定しているカリオンビルの施設管理委託料や公共施設のブロック塀の緊急対策事業費などを追加しています。一方で、国の平成29年度補正予算に基づき前倒しして実施することとなった事業費を減額し、歳入歳出の総額を673億727万8000円としています。競輪事業特別会計補正予算については、平成29年度が黒字決算になったことから1500万円を一般会計に繰り出し、1億4595万2000円を収益分配金として受託事業者の日本写真判定に支払うこととしています。また定例会では、条例の制定や廃止、一部改正に関する議案16件もすべて原案通り可決されました。このうち魚町に建設中の豪商の町松阪観光情報センターや、来年度から本格的に公開する旧長谷川邸など観光施設に関する5つの条例については、施設の休館日や名称などについて検証・検討を行うことを求めるとする付帯決議が可決されました。このほか、地区集会所建設に対して不適正な補助金の交付があったとして、真相を調査するための百条委員会設置に関する請願書が出され採択されました。次回の市議会定例会は9月に開かれる予定です。